相対的に不安なりしたんですよ。本当はしたくないですけど。では準決勝は第2組どんな紹介をいたします。第1名中島君鹿児島商業高校、第2名宮本君鹿児島情報高校、第3名筑田君仙台新州館高校、第4名ゆき君伊豆高校、第5名東方君仙台新州館高校、第6名永田君鹿児島中央高校、第7名山口君鹿児島高校、第8名有村君商業高校。以上の8名の出場によりまして、男子ジュニア 100m 準決勝は第2組のスタートです。